無理強いされた超面倒なプラゴミ分別、本音は利権目当てだったか。国内で処理が追いつかなくなっているプラスチックゴミ、ハイプラ、について、環境省は、焼却炉などで家庭ゴミの処理を担う市区町村に対し、企業など事業者が出す産業廃棄物のハイプラも受け入れるよう要請する方針を固めた。緊急措置として一定期間の受け入れを求め、 都道府県や政令市に近く通知を出す。廃棄物処理法は、市区町村は原則として家庭から出る一般廃棄物を処理するとしているが、自治体が認めた場合に限り、事業者が出す産業廃棄物を処理することもできる。全国で排出される廃プラは年間約900万トン。 うち産業廃棄物として扱われるものは約700万トンと8割近くを占める。国内の体制が整わない中、輸出されていた分などのうち一定量の廃プラがリサイクルされず焼却されることになる。リサイクル資源として日本が輸出する廃プラの大半を受け入れていた中国が2017年末に輸入を原則禁じることになった。 関係者によると家庭ゴミの分別が徹底されてきたことで、自治体が所有する焼却炉は低い稼働率のものも多く、事業ゴミのハイプラを焼却する余力があるという。このため環境省は、緊急避難的にハイプラの処理を市区町村に要請することとした。受け入れた自治体には財政支援をするほか、処理費用の徴収なども認める。 ゴミ分別をさせてきたのは環境利権という集金原資確保だったのを認めたことになると想像する。リサイクル資源の旨味がなくなった途端、焼却拡大ときた。資源ゴミの回収、利用の推進と謳って、平成2年に厚生省生活衛生局水道環境部長通知がなされた。地球環境保全のための普及啓発等の推進を掲げ、 プラゴミを含む廃棄物の回収及び再資源化の推進。回収及び再生等の開発、普及等について継続的に検討し、ゴミ原料の促進を目指すこと、と定めた。ビジレイクに弱く生活実感に疎い厚生省や環境省発信だった。環境問題に詳しい武田国彦教授は、ゴミ分別は偽善だせ。 税金の無駄遣いだから廃止にせよ、とただ問いただし続けてきた。やはりある種の利権のために国民は、面倒くさい分別をやらされてきたか。そのため各家庭は分別ゴミ袋を妙に高い金で買わされてもきた。今後、自治体の所有する焼却施設は迷惑施設のイメージもあり、周辺住民の反対なども予想され。 自治体によって複雑な揉め事が予想される可能性がある。